ちょっと気に入らんこと言われたら、なんとか訂正させたい人たちっているよね。悪夢の民主党政権、悪夢って言うなと発狂している人たちがいます。朝日新聞デジタル、2019年2月12日、首相、なぜ民主の名変えた？悪夢発言を撤回せず。撤回する必要あらへん。私たち、ごく普通の有権者、日本国民も悪夢やったで。無能政党やったよ、民主党。記事によりますと、衆院予算委員会は12日、安倍晋三首相と全閣僚が出席して、基本的質疑が行われた。立憲民主党会派の岡田さん、岡田克也は、首相が10日の自民党大会で民主党政権時代を悪夢と呼んだことを問題し、気許せない、って感じなんやろな。もう最後の語尾言うのやめとくわ。また悪意ある表現とか言われるから。で、岡田は、私たちは自民党政権の重荷を背負いながら政権運営をしてきたとして、首相に発言の撤回を求めた。もう許せないやろな。これに対し、首相は、安倍さんは、少なくともバラ色の民主党政権ではなかったのは事実だろう、とした上で、岡田さんは反省がないのか。我々は政権を失った時に、深刻に反省した、と強調。さらに、悪夢でないと言うなら、なぜ民主党という名前を変えたのか。イメージが悪いから変えたんだろうと推測する人たちがたくさんいる、と反論した。せやね、お得意の、名前ロンダリング。あの民主党政権が無能すぎてかっこ悪すぎてみんな見放したから民進党いう名前に変えたよな。民主党では選挙勝たれへんからなって感じやったんちゃうの？で、民進党でも勝たれへんようになっとるから小池のおばちゃんしゃしゃり出て、あれ誰かの指令なんか知らんけど、あのおばさん総理にするつもりやったんやろ。で、あのババアをトップに立てて、希望のない党、あ、違うわ、希望があるはずの党、あ、希望の党いうのを作ったんやな。もうね、有権者の希望が全くなかったから、希望がなかった希望の党という認識やねんけど。で、おからは、本当に自民党政権時代を反省したら、あんな言葉は出てこないとさらに撤回を求めたが、首相は、例えば財政赤字について言えば、それぞれ必要があって行ったことで、万全と行ったわけではない。覚悟して出さなければならない時はある、と交わした。で、産経新聞の見出しが面白い。小さな首相だ。立憲、岡田克也が悪夢撤回拒否の首相を批判。岡田さんってちっちゃい短い系なんかなとか思ってしまうわ。まあ何がとは言わんけど。いや、小さいで、あんたの方がって感じ。顔はでかいけどな。フランケンさんやからな。記事によりますと、立憲民主党無所属フォーラムの岡田さんは、12日、10日の、2月10日に行われた、自民党大会の総裁演説で民主党政権時代を悪夢と表現し、撤回を拒否した安倍晋三首相について小さな首相だと批判したっていうか、おからも時間の無駄やねんが悪夢ぐらいスルーしとけよボケって思うねんけど。12日の衆院予算委員会での質疑後、国会内で記者団に述べた。悔しい！って感じやねんな。もう、ってもう、最後ちゃんとしっかりした発音で言いたいねんけどやめとくわ。発言のタイミングについて。普通なら予算審議をやっている時に言わない。おごり高ぶりではないかと分析した。同時に、民主主義を深めるために、アロデマはもう一回言うわ。民主主義を深めるために議論が成り立つようにすべきだ。頭から否定していたのでは、国会の論議が劣化してしまう。歴代首相でまともに答えない首相は初めてで、反省してきちんと答えてほしい。とも、注文付けた。でも答える必要あれへんし、撤回する必要もあれへん。もうちゃんとスルー力鍛えんなって感じやんな。で、ラスト、岡田は民主党政権時代に副総理や外相などの要職を歴任しており、あ、これみっともなかったよな。12日の衆院予算委員会の質疑で、首相の党大会での発言を撤回するよう求めた。むしむし。とにかく、発言して、いちいち、こういうことは言っちゃいけないとか言うてるやつは無視していいと思う。めんどくさいやん。で、小沢が面白いこと言うてます。産経新聞。2月12日。小沢。もう一度悪夢見てもらう。安倍首相の撤回拒否で。悪夢発言には野党から非難が相次いている。あ、許せないやーいうやつやな。
民主党政権樹立に中心的な役割を果たした自由党の小沢一郎は12日の記者会見でもう一度悪夢を見てもらわなければならないと語った立憲民主党の枝野幸男も11日の党大会で利権も手放してしまった彼らにとっては悪夢だったかもしれないと述べているやって。また社民党の又市党首は12日の会見で相手を非難して自分の正当性を言うのは愚かというか子供じみたというかお粗末なやり方だと述べ首相の姿勢を批判した。いや私ね敵に対しては言われたくないことを機関銃のごとく言うべきやと思ってんのよ。怒りマックスにさせておくと許せないっていう気持ちにさせるとおけず掘ってくれはるからどんどん言うべきやと思う。民主党の支持者や議員たちってちょっと私たちと違うメンタル持ってるみたいで、たった一言が気になって気になって気になってイライラしてなんとか言いまかしたい言い返したいってなるみたい。そんなこと言うな訂正しろーってもうそこしか見られへんなる人たちみたいなんで、どんどん子供のように言うた方がいいと思うね。本当にお前の母さんデベソレベルで怒ってきはるから面白いよ。言葉にとらわれてその先進めなくなる特色持ってるタイプの人みたいなんで、もっとニヤニヤしながら子供のように言うた方がいいと思いますよ。